え、どうやって低くなるの？簡単ですよ、やり方は。こんだけ。ほら、低くなったでしょ？うお、アルペンスノーボード。うおふー、できたー。おはようございます。エビダです。おはようございます、はい、皆さんいつも見ていただいてありがとうございます。今日は何でしょう？今日はスノーボードってさ、はい、低い姿勢で滑るとさ、かっこよく見えるじゃん。なんで、うん、ロンスケもね、低い姿勢で滑ったからかっこいいんではないかと思いまして。でも確かにね、でもロンスケって結構みんななんか低い姿勢で滑ってる人っていうと、あれか、ダウンヒルの人ぐらいか。あ、かっこいいけどね、さすがにこの年になるとね、命かけらんないね確かにね。でもできるんかな。まあ大丈夫でしょう。じゃあやってみましょう。やってみましょう。じゃあ、あの、どうやって低くなるの？簡単ですよ、うん、やり方は。はい、どうどうどう、うん、ここの胸と太もものをつければいいんです、うんうん、なるほどね。こんだけです。どんどんぐらいか、こんな感じで。こんだけ。ほうほうほう。これ低くなったでしょ。なったなった。これつけないと高くなるでしょ、うん、はい確かに。こことここをつければ勝手に低くなるんですよ、はい、ほら。なる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 。え、それで乗れるわけ？大丈夫ですよ。そうするとかっこいいんではないかとね。うんうんうん。で、使用してる板はアルペンスノーボード、はいはい、あ、加工したやつね。そうですね、まあ、カービングのね、オフトレはスノーボードに乗んないと。そうだね確かにね、はい、では行ってみましょう。はい、じゃあ低く滑るよ。はいよ、ゴー。ここをつける。お、ついてるついてる。おー、いいんじゃない。うぅ、スライド行っちゃったよできちゃうのね。できます。これね、なんかね、目線が下がるじゃない、うん、そうするとスピード感が上がって、うん、そんなにスピード下がなくても楽しい。でも本当スノーボードのカービングしてるように見えた、はい、うん、気持ちいいもん。なんか本当全然変わんない、うん、ね、復習ね。胸と太ももをつける、はい、こんだけです、はいはい、じゃあもう一本行きますか、はい、低く、はい、目線が低くなることでスノーボード感とスピード感がアップ。ウォーホー、できた。こんな感じですね。はい、簡単ですからね。こことここをつける、はい、イメージは、イメージ、はい、イメージね、うん、こう構えます。左胸と左膝をつけます、うん、はい、以上です。以上ね、はい、で曲がるときは肩は水平で腰を動かす、うん、はい、だけです、ね、はい、こうですね、はい、こうですね。なるほど。でこのね、低い姿勢を取った時に足こうなるじゃない、うん、でなるべくスタンスが広い方が踏ん張れるのよ。おお、だからパントがついてるの。おお、ちょっとよく見せて。なるほど。これがこうなってこうなるのよ、うん、こう、もう一回やるね。こうでしょ、はい、こうでしょ、よいしょ、でこういう姿勢になるとちゃんと踏めんだよ。踏める踏める踏める、はい、というものでございます。もう一回低くしていくよ。こうなった時に、うん、かかとが浮くじゃない、うん、そうするとこ本当はね、もうここのこれがないと本当は点でこうなっちゃう。そうよね、そうよね、うん、だからこれがあるとここで踏めんだよ、うんうんうん、と安定もするのよ、うん、いいね。そう、はい、じゃあ行くよ、はい、はい、じゃあ用意スタート。腰の動きと関東を使うことで低い姿勢のままターンが可能になります。いや、はい、低い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 ね。気持ちよさそう。やっぱり低いとさ、かっこいいね、はい、かっこいい、うん、よかった。こうやってみんなさ、滑ると、うん、本当にスノーボード感覚。確かに滑ってる方もね、逆に目線が低くなるから、うん、恐怖心がない。はい、スタート。加速後にしゃがんで胸と太ももをつけた状態にします。そのままの状態で骨盤を外側に出してターンをします。板を真下に踏むイメージではなくて、フロントサイドは後ろ足に寄っていくイメージで関東を踏んで骨盤を外に出します。バックサイドは前足に寄っていくイメージで関東を踏んで前にバツをします。おー、気持ちいいバイバイ
はい、ただいま。これからまた楽しいお二人が続くと思います。はい、スノーボードよりも長いお二人でございますから。確かに。ね、ぜひ皆さんね、今後もね、見てください。はい、とね、チャンネル登録もお待ちしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまた後で。じゃあまた、バイバイ。